では早いもので、この今回のコンサートも次の曲で最後の一曲になります。いつも、路上コンサートやイベントなどの時にはこの曲を最後に歌ってきました。というわけで今回もその曲で締めたいと思います。毎年嵐が紅白歌合戦で歌っておりますので、どこかで聴いたことがある方もいらっしゃると思います。ではお聴きください。戦歌テーマソング、ふるさと。